佐藤子です。向永さんです。見てみたいのはどっち？自殺現場、殺人現場。殺人現場見たい。見てみたいのか。いやどっちもすげえ嫌だけど、うわー難しいな。でも自分で選んでるんだもんねってなるかも。こっちを見たい。うん、なんか不可抗力じゃん、抵抗できないことだろうなって思うから。殺人は A を選んだあなたは人に感情移入しやすいタイプ。ドラマなどの登場人物に感情移入しすぎることも、まあ時たま、時たま、たまたま。どっちを助ける？妻、たまちゃん、子供。うわほい、ごめん妻、うんうんうん、ごめんだけど妻だ。隣にいる人を助けたあなたは将来より今を考えて動くタイプ。今の生活で満足してる。まあ今がないと将来もないからな。うん、されるならどっちがいい？フラッシュモブでプロポーズ、メッセージでプロポーズ。フラッシュモブ嫌だ。嫌だよね。メッセージで万が一来たら、うん、俺が直接言うわ。かっけーよ、いけよ。フラッシュモブ嫌なんだよな、人の力借りてる感が。自分が返せばいいじゃんと思うもんね、うん、落ち着いた環境を好むあなたはユニークさ、斬新さなどは求めません。いやユニークさ好きだけどな。目立つことも好まず安心感を重視します。まあそれはそう、でもそうだよね、落ち着いた環境を好むのも、うん、なるならどっち？子だくさんの大家族、一生独身。ガキいらん。あなたが人生で重要視してる。自分の時間を大事にしたいと考えるあなた、趣味は自分に時間とお金をかけることを重要視して。いやそう、あ、まそうかも。趣味で意味ではって感じかも、うんうんうん、リスペクターだから。うんこ、うんこ、うんこなんなんマジ。一度だけ会えるならどっち？未来の自分、過去の自分。あー俺過去かな。あーそうなんだ。なんかあの自分の未来の一つを知りたくないかもな。なんか過去の自分になんか今こんな友達いるよっていうぐらいがいいかも。B を選んだあなたは、もしあの時こうだったら昔はどうだったかと少なからず現状に迷いや後悔する気持ちがありそうです。まあ誰でもあるし、あるよ、あるでしょ。そんな推しと仕事ができるかも、引き受ける。うわーこれね、究極本当。推しは推しでいてほしい気持ちも。コミックスウェーブフィルム1日体験1日だったらね。でもどうだろうな、なんかあくまでそれぞれのクリエイターでいたいって感じ。そうだから一緒にその一つの作品を作ることに携わるっていうのは、うん、あんまり惹かれない。その人の作品の一部になりたいんじゃなくて、うん、別物を作りたいから。ミキナさんだってクリエイターだからね。そう、別物作って同じ場所に行きたいみたいな。俺は使われる側の人間だから全然したいなって思う。だって一緒に何かに出るって形になるから俺の場合は。だから環境は違うよね。でもまあ素直に行こうか、繋がりたい。あは絶対あるから。厄介オタクね。そう、じっくり話してみたい。何かに耐え忍ぶというタイプではなく、そうだよ、チャレンジ精神が旺盛、自分でどんどん行動していくのかな。あ、でもそれはそうね、まあ、俺だったらこっち選ぶから分かる。あ、本当。うん、だって一緒にやりたいもん俺は。ね、どっちもあるからかもね、うん、どっちが欲しい？確実に100万円、2分の1の確率で100億円、100万だね。ギャンブラーじゃないということで。あ、だって外れた時すごい落ち込むし。確かに。確実に100万円、確実に100万円を選んだあなたは安全性を好みギャンブルを嫌う人です。まあ、嫌いもしないけどね。普通。体重が100キロになりたくねえ。体重が、うわどっちもやばいね。20キロやばいよ。でもまあ100キロは嫌だから20キロにしとく。まあまあ死ぬぐらいだろ。 B を選んだあなたは内気でインドア派。そうね、家でゴロゴロするのが好きで休日は家によくいる。はい、出ません、はい、つけるならどっち？1回も正確にならない時計。1日2回正確になる時。時計だろ。これちょっと減少すぎるもん、規模が。概念じゃん、1回も正確にならない時計。だからおしゃれをするだけのための時計か、うん、どっちもじゃん。じゃあ別に A でいいじゃんってなっちゃう俺。あ、うん、だって2回しか正確にならないでしょ。2回もなるよ。めんどくさいよ。じゃあずっと会ってない方がいいよ。いっそのことね。判断力。 A を選んだあなたは直感力が抜群によく、間違いが起こってもすぐに対処できる人。ちなみにこの時計は5分遅れてるだけ。おお、いいじゃん。5分遅れてるって分かってんだったら対処できるよ。